ファンネルがお送りするファイナルファンタジー7リメイク続きをやっていきます。まあ、まずちょっとね、謝罪じゃないけど一応今これ、この人まだ喋りかけてない状態になってるんですけど、このシミュレーターのとこね、もう一個実はセーブデータありまして、ちょっとねここのシミュレータークリアしてるセーブデータがあるんで、ここ離してちょっとメインミッション進めたら、そのセーブデータとチェンジしますんで、はい、その辺すいませんご了承ください。というのも市長最高っていう人を今探してるんですけども、その人がこの人だったんでまさかねこの人じゃないと思ってたんだけど、まあ上にびっくりマークついてたんだけどね。じゃあまあ話していきます。なんだあんたら、何か用か。市長最高協力者聞いている。上へ行きたいんだ。はい、そうです。そうよ、カードキーを渡す前に力を試させて。はあんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ。そうだよね。だろ、これに挑戦してもらう。言っておくが簡単じゃないぞ。クリアできたらカードキーを渡そう。はい、で言っていいんだっけこれ、もう一回話すんだっけ。これでシミュレーターオン。バトルシミュレーター、シンラコンバットシミュレーターか。で今これしか出てないんですけどね。じゃあとりあえずこれやってきますね。難易度別に多分ね弱くてもいいんだけど、まあ一応ノーマルでやっていきます。まあ誰が出るか分かってるんで私は。でこいつらが出るので、待って、 OK バースト、やっちまえ。いやちょっと苦戦したな。はい、ということで一応ね強さを認めてもらう戦いはこんな感じです。やんなくてもよかったのかもしれないけど次のセーブデータあるからね。あ、でもそっか、やんないと進めないんだ。でこれでこの人に話すと、あんたらなら大丈夫だな。はい、認めてもらいました。64階のミーティングフロアへ行ける。エレベーターも使えるぞ。あんたら一体何しようってんだ。仲間を取り戻す。仲間を助けに来た。神羅の研究施設に捕まってる。おお、北条博士のところか。そりゃ大変だ。あそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ。方法は考える。北条はどこだ。そろそろ重役会議の時間だ。大会議室にプレジデントや北条、他の統括たちも勢ぞろいするはず。そんじゃ乗り込むが、プレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろ手荒すぎる。現行犯で即拘束だな。敵の状況を知りたい。敵情視察か。まず男性用トイレに向かうといい。そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる。わかった。さあ、はい、神羅バトルシミュレーター解放されました。でチャドリーの方も解放されたんで、一応もう一つのセーブデータの方はあれリバイアさんだっけかな、の VR シミュレーターも出てたのでクリアして、一応召喚獣も使えるようにしておきました。なのでちょっと待ってね、もうちょっとムービー系が見ないといけないのがあるんで。クラウド、クラウドだよな。クラウド、大丈夫、同期のクラウドだよ。同期です。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。これってなんかのサイドストーリーであるのかな。大丈夫？だって今問題ない、先を急ごう。先を急ごう。この辺ってさ、どうなんだろう、 FF7 の中で明かされるのか、別作品としてそのクラウド入っ
った頃のなんか仲間たちみたいなのって扱った作品あんのかな。ごめんね、詳しくないんだわ。はい、じゃあちょっと先に進んでマップ見さしてね。あれ、エレベーターホール行って確かムービー入んだよ。ここじゃなかったはずなんだけどな。ちょっと待ってね、こっち行くとちょっとムービー入るんですよ。みんなが向かってんだね、会議室に。情報統制はどうなってる？抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。それならそれでいい。それと一つ気になる報告がある。なんだ？パルマーからなのですが。パルマーってあのあれだよね、宇宙開発部門の人で、なんかセフィロスっぽいのを見た人だよね、きっと。し放っておこう。分かってるよ、エアリスの救出が最優先だろ。だろうね。失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。はい、というところで、すいません、じゃあここまでやってあるセーブデータがあるんで切り替えます。はい、セーブデータ切り替えましたと。じゃあやっていきますか。でここじゃないのでピッとやって、でまた戻っていきますね。男子トイレからっつったんだもんね。男子トイレ、ちょっとマップ確認して、男子トイレどこにあるの。あれ、階が違うか。ここになってるよね。え待って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 、どうなってんのこれ。確認する。64階の男子トイレに向け、あ、64階か。だから1個上だ。だよね。ここじゃないってことだよね。さっきのところでよかったんだ。エレベーターで64階に行けるって言ったのか、それともこっから、上に上がって、エレベーターじゃなくてエスカレーターでは走らないでください。上がりまして、ここのカードキーに更新してくれたんだもんね、多分。待って、アイテムはないか。あっちもないかな。ないね。では、ピッとやって。OK。あ、いるじゃん、プレジデント。走れば間に合うけどね。よし。で、男子トイレ。そのはずだ。男子トイレがこう。敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。そうね。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。トイレどこですか。怪しいもんね、この回でさ、トイレどこですかなんて聞いてくるやついねえよね。あんまり変なとこ入っと怒られるのかな。ここ暗、人感センサーとかねえのかよ。人入ったらなんか電気つくみたいな。あんまり迷ってるとあれかな、言われるかな。クラウド、あの人に聞いた方が早いんじゃないとかって。7番街見たか。いや、まだ。なんだこれ、ボムの自販機。スカイフロアから見たけど、ひどいもんだよ。ひどいもんだよな。復興方針が決まるんだろう。ああ、トイレマークありますね、これ上。資料まとめてだよ。じゃあ行きまーす。じゃあ待ってるね。まあそりゃそうだよな、ティファは目立つだろう。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。コンプライアンス的に。まあ誰もいなきゃ大丈夫だよ。はあ、よかった。
誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。まあ多分待ってね、すぐ上に、多分一番奥のトイレの上とかじゃね、あったわ。パターン決まってるよね。簡単に外せんだね。俺は狭くて。頼むだよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。まあそりゃそうだな。俺が先に行こう。よく剣引っかかんなかったな。あれ、ティファ引っ張り上げるとかじゃないんだ。すごいメタルギア感出てきましたね。メタルギアの場合これ主観モードになるけどね。あれ主観モードだっけ、俯瞰モードだっけ。俯瞰は今の状態だよね。クセモノとかって言って下から槍でやられないよな。これまさかさ、宝箱とかねえよな。多分右ではないんだよね。あ、勝手に左行っちゃった。あー、ここ怪しい。そこの下、ここはきっと無事だって。でもうち七番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから、そのせいだよ。本当？多分。多分ね、これは関係なかった。結構ダクト広いね。ここかな。重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。ここでもない。こちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により3年5年10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが早急に進めてほしい。何か質問があるものは。はい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 。なければ統括が戻るまで待機だ。よし、都市開発部門はなかなか激務っぽいね。まあ本当の 100% の完成まで、でも 100% ってねえんだろうな。ずっと忙しいんでしょう。会議室の匂いのする方にクラウドはちゃんと向かってんのかな。これどっちでしょう。どうせ左でしょう。あ、待てるよ。あれ、これ戻れんのかな。マテリアある？ HP アップ。ごめん、ティファ下がるよ。これ後ろ見れねえんだよね。これ後ろ戻るとき、あの分岐のとこどうすんだろう。分岐のとこ U ターンすんのかな、明日は。で、右。じゃあ1個もしかしたらアイテム取り逃してるかもしんないな。最初のところの分岐。ああ、ここだな。これじゃあティファ聞けないじゃんね。一人分しかないんだから、場所的に。よいしょ。わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。冗談言ってる場合かと。侵入者に関してはうちで対処している。あ、でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい。七番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え、他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。
再建しないんだ。大使の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おばかさんね。ネオミントガルよ。ネオミッドガルとは？約束の地に新たな魔法都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。自白剤じゃない。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ。それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式自意識も試そうと思う。加えて目下私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。とんでもねえことやろうとしてんね。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。北条博士一人になんないかな、ここで。お？バレたかな？戻ってきちゃったね。どんな感じだ？白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。さあ、トイレから出て、北条を捕まえるのか。みんな走ってるけど。元気に走っておりますが、どうすればいいの。あ、出てくるのか。あ、びっくりした。あっちか。いたいた、引っ捕らえろ。まさか本当に来ているのか。面白い。だったら掛け合わせてみるか。多分セフィロスのこと言ってるよね。んどんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。ピッ、薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。間に合うか。間に合うとは思えないけど。間に合ったわ。さあ、ちょっともうちょっと進めましょうね。このままじゃ、あ、これ大丈夫か、このゲート。怪しい。あ、大丈夫だった。なんかビーピーピーってなるような予感はしたんだけど。ステルスじゃないよね、大丈夫ね。お、待てよ。ベンチがありの、購入できの、
まあ、買えるもんちょっと買っときますね。2個買ってエーテルどれぐらいあったっけ今。あ、いっぱいあるな。37個見つかっとくか。眠気覚まし万能薬、まあ大丈夫だね。で一応 HP と MP は多分マックスだから大丈夫。じゃあちょっとすみません、ここで一回セーブ挟みます。はい、セーブ挟みました。じゃあ行ってみたいと思います。まだ宝箱あったな。ボス戦になるのかね。スピードドリンク、まあ、研究動物みたいなのいそうだからな。ここえ声がする。いるな。うわー、バイオポット、すげえ。宝箱、いやそれよりもなんか言ってますね。万能薬、マテリアとかないかな。こっちの方が何か独り言をぶつくさ言ってるんで、じゃあ後ろからアタックしましょう。ジャキッと、あ、もういなくなった。待てよ、バレた？バレット行っちゃった。あ、聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ、仲良く中へ入ろうが。あんまりビビってないね。エアリスあっちの奥にいるはず。君たちはあれだろう、なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。全員動くんじゃねえぞ。押さないでくれ、私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間、エアリスはどこだ。ほう、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということはつまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思って。何？なんかボタン押した。え、こんな出てくんのすぐ。あ、なんかやる気だ。デンジャー。容赦は無用だな。研究員たち大丈夫かな。北条はどこに。上に行きました。え、なんだろうこれ。うわー、キメラだなーこれ。合成銃、タイラントじゃんもう。いや、それ以上か。いやー、バイオハザード感すごい。なんだすげえ名前これ。待ってね、ミヤブルを使おう。アビリティミヤブルで、人造生物サンプル H0512 が排出した生物、本体を守るために群れをなして出現する。で、待ってね、切り替えはサンプル H0512、 これか。大物神羅の科学部門によって生み出された人造生物、適応能力が高く戦闘中にも進化を続け、異常な能力と再生能力を発揮する。うわ、やだ。耐性雷、弱点が特にないけど雷は効かないということですね。なんか古のお守りを入手できそうですか。これ危ない。痛い、捕まった。クラウド、俺の見せ場だ。違う、待って、クラウドを助けて。ああ、そんなに食らってないけど。マジックケアル、クラウドにしといて、よいしょ。
ティファナックル痛い。このオチビちゃんたち先に倒した方がいいよね。しまった、オチビちゃんたちの弱点なんだっけ。一応ファイヤーやってみっか。ブリザードやってっからファイヤーだろ。マジックファイラー、えい燃えろ。あーしまった、ハゼロの前にやられた。うん、クソ MP だけ無断された。よいしょよいしょ、MP の無駄は使えないのに、このボス戦だと偉大。でも攻撃力あんま高くね。あれ私ちょっと後で難易度確認しますね。あの下げた状態かもしれない。あそれはそれでいいか。よいしょ、この虫どもが。よいしょ、でもこれ多分また出てくんだろうな倒しても。よいしょよいしょ、でブレイバーで、よいしょ、オッケー。まずはチビちゃんを全部倒して、その前にティファで、ケアルクラウドフォロー頼む。痛い。よいしょ、ブレイバーでチビを倒しちゃう。外したしまった、なんか食らった、毒だ。毒だからアイテム毒消し、バレットに使ってもらって OK。 あとデカブツ、デカブツは左手先に潰す。あしまった、頼られちゃうな。でどうしよう、マジックケアルラクラウドティファに変えて、痛いティファやべえ。マジックケアルラティファ自身でクラウドに変えて、間に合ったな回復。よし避けて、また捕まったえっと打ちまくって、アビリティ、あそうだゼロレンジシュートになってんだ今回。すいません、あのこのバレットは、このバレットって言い方おかしいけど、ちょっと武器変えてるんで。バレットが捕まったバレットが捕まったぜ。よしよっよっ、あ怪しい木だ、やばい、毒る毒る。毒んなかったからどうしよう。回復をアイテムで補いますか。メガポーションクラウド、よいしょ、あまた捕まった今回めっちゃ捕まる。で食らったから、マジックケアルラバレットでティファに変えて、ティファ避けて、ティファマジックケアルラクラウドにしとくか。よいしょ、でクラウドにチェンジ。よしまず腕切っちゃえ。腕でも再生するのかなこれ、切っても。あどっか行く、おなんだ回復してる。あなんかん、あ生まれた、またチビちゃんたち生まれたわ。待って突進、でじゃあクラウドファイラー、チビちゃんたちでキャラチェンして、食らってる？ファイヤーファイヤーファイラー、まあまあまあ食らってんのか。マジかよ、マジックケアルラティファでティファに変えて、チビちゃんを倒す。アビリティ秘技解放、爆裂剣、よいしょ、痛い。チビちゃんを倒しちゃう。サマーソルト、あ違かった、昇竜拳だった。あチビちゃんいなくなった、チビちゃんいるよね。よいしょ、チビちゃんにブレイバーを叩き込む。よいしょ、クラウド強い、よっ痛い。なんかめっちゃダメージ食らった。ちょっと待ってね、毒と何になってんだ、スローじゃないよな。マジック、いやまず毒消しからだ。クラウドに毒消しクラウドで
でブレイバー、あら、なんだ、そっか、アビリティ使えなくなってんのかな、これ。あ、使えるな、よいしょ。で、ティファーにマジック、ケアルラ、クラウド、よし、え、痛い。これでチビちゃんはもう倒したろ。まず左手破壊する、左手ガード、来い。あら、来なかった、なんかやってる。あー、また排出しちゃうな、多分チビちゃん。チビちゃんたち来ました。あ、捕まれた。バレット待って、どうしよう、チビちゃんじゃ破壊するか。ティファ、マジック、ケアルラ、クラウド、よし、痛い、やばい、よいしょ、待ってね、痛い、昇竜拳、魔法の息、ちょっと危ねえな。おお、なんだ魔法の息って。自爆、チビちゃん自爆、チビちゃんやめろ。へい、これは秘技解放した方が楽なんだな。よいしょ、昇竜拳、あっちの奥のチビちゃんを秘技解放で爆裂拳で叩きましょう。よいしょ、爆裂拳、あ、腕取れた、もしかして腕取れましたね、左腕。うで、バレットにケアル、ティファ、よし、まだ半分しか削ってねえんだけどな、ボス。リミット技も溜まってるが、どのタイミングで使うかな。比較得た、チビを倒す、チビちゃん、あ、しまった、チビちゃんいなくなった、あいだー。じゃあアイテム、ハイポーションでいいな、クラウド、オッケー、チビちゃん倒したな。あ、左腕が復活してる、よし、バースト、バーストしたからリミット技の前にインフィニットエンドを叩き込みますか。ドガーンってやって、あら、なんか形態変化しそうだな、やりますね。何をやってんだ今度は。おお、毒斬り、あー、暴走モードになりそう、チビちゃんたち。え、自爆、自爆、何やんの、ちょ、うえ、これやべえ。みんな毒ったな。それぞれ、毒消し、自分、アイテム、まあ、まずは毒は消しちゃおう。毒消し、バレット、ティファー溜まってるよね。ATB は大丈夫。毒消し、ティファ、よし、OK。で、待ってね、シモンゲージ溜まったから、あ、使えねえな今。あれ、クラウド毒消し今自分にやんなかったっけ。えだ、クラウドやばいよ、待ってね、ティファにマジック、ケアル、ケアルラでいいよね。クラウド、サンキュー。で、アイテム、毒消し、クラウド、よし、毒回復で、危ない危ない。で、バレット、待って、バレットはイフリートだもんね。マジック、ケアルラ、バレット自身で、バレットに変えて、ティファが多分、リバイアさんなんで、ちょっとリバイアさん使ってみたいな。よいしょ、あだだだだだ、バレット毒ってんな、やだなこれ。溜まって、
あれ、スモン、あ、装備してねえのかこれ。あー、やっちまった待って、じゃあクラウド、なぜ使えないんだクラウドは。あ、溜まってねえのか。叩き切る、よし、やばいやばい。チョコバンドモーグリ仕事だ仕事だ、よし、オッケー。こんなとこに呼んでごめんねで、ティファ、マジック、ケアルラを、バレットに、えいだい、どくってんだよな。よいしょ、自爆する自爆する、いやー頑張ってチョコボ、避けて、毒をまず直さないと。アイテム、いや、その前に回復だな。マジック、ケアルラ、クラウド自身で、バレットアイテム、ごめんね、毒消し、クラウド、よし、サンキュー、魔行の息、危ないよ。チョコボめっちゃ食らってるけど大丈夫かな。よし、サンプル、また魔行の息やられた。もうご利用してもいいんじゃないかと思うんだが、え、だい、ご利用せない、ちょっと挟まれてる。マジック、ケアルラ、クラウドで、他の人たちもなんか吠えてんな、ボス、ちょっと怖い。ティファ、マジック、ケアルラ、ティファ自身、よし、キル、キルで、チョコボキック、モグ爆弾、よし、いけ、痛い、モグ爆弾効いた。チョコバンのモグで終わります。 OK、 終わったか。しまった、助けて助けて、ちょうど終わった行ってくれ。これで多分めちゃくちゃ減るんで、あとクラウドのリミット技で終わりじゃない。待って、どうなってる。あ、普通に終わったわ。あ、終わってないか。あ、なんか吸ってる、倒したのいや、強かった。でもちょっと難易度低い疑惑はありますねこれ。さあ、北条を追う前にちょっと待ってね、難易度ちょっと確認してみますか。システム、オプション、あ、ノーマルになってんな、大丈夫だな。え、そんなになんか強くなかったぞ。ごめん、一回戻りてえなこれ。あ、あれ、これ知ってる。まあいいか今はこれ大丈夫かな、このまま行ってね。北条はどこに行ったん。あ、ベンチある、ちょっと座ってこうぜ、一休み。北条のとこ行ったで、まあちょっとムービー見て終わりぐらいかな。まあどうなるかちょっとわかんないんだけど、連戦になったら死ねえだろう。よし、開くのかな。セキュリティカードとかではなかったんだね。エアリスがもういなくなってない、あのバイオポットの中から、でっかいやつの。お、やっぱこれなんか、これさ、確かあれ、ヴィンセントだっけ、バレンタインとかじゃなかったかな。だいぶ前でうろ覚えなんだよな。あらー、まだいるわ。感謝するよ、君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。
エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か？彼女は君の所有物なのか？マネーを使って脅したからだろうが！見解の相違だな。これバトルになるかな？慎重に。よし来た。待ってね。マジックファイガーファイガーですよ。やだい。よし間に合った。オッケー。あれファイガーで沈まなかったやつらがいる。そっか、まとめて食らわなかったのか。エアリスめっちゃ地形よいしょ。こいつら弱えな。何がこの人数で十分だよ。でもここでさ、もしかして魔力使わせてあれなのかな。それだったらやだな。怖えな。これ絶対連戦になるやつでしょ。計算を間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。その人にソルジャーか。ああ。いや違う。思い出したぞ。私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。どうした？頭が痛くて。バレットたちには聞こえたんじゃない今の。おお来た、ディメンター。ああ北条どうなってる。クラウド。お、とりあえず大丈夫か。下がってろ。ぶっ放す。おおすごい。あっちも来てくれたんだ。ああエアリス、ティファ。お、すごい。ビームサーベル。まあ、ビームじゃねえけど。マリーは元気だ。ありがとうよ。話は後だ。何このロボかっこいいじゃん。ソルジャーでもないでしょ。まあまず見破ろう。重装甲戦闘員。あー欲しいなこれ。弱点サンダーです。シンラカンパニーの治安維持部隊、治安維持部門に所属する兵士。兵器開発部門が生み出した強化装甲を装備している。右腕に光線剣。あれどう見ても光線じゃねえよな。左腕に大型機銃を配し、高い攻撃力を有する。神羅本社ビルの警備に当たる。せいほう、せいだって。結構ひるんでるけど。あ、そっか、待ってね。まあサンダーを使うけど、サンダーがやってみっか。でちょっとバレットに変えて。お、サンダーがめっちゃ減った。で回復してあげないと。クラウド、ケアルラ、クラウド、よいしょ。でバレットで、エーテルを。あ、ローラーダッシュまである。かっこいいな。エーテル、クラウド、よいしょ。すげえビクビク動く。あっちも撃ってたのか。あ、片方壊れたわ。あれでも回復してねえか。あ違う、なんか来た、変なの。おお中身出てきた。あ、やべ、ティファやべ調子に乗ってた。ケアルラ、ティファ、早く。でケアルラ、クラウド、よいしょ。ローラーダーシュ、痛い。なんか喋ってた。待ってね、クラウドにもう一回見破るやってもらいたいな。アビリティ見破る、強化戦闘員。神羅カンパニーの治安維持 部門に所属する兵士。足についたローラーで高速移動し、相手を翻弄する。神羅本社ビルの警備に当たる。精鋭。これは炎属性攻撃でバーストゲージが溜まりやすい。でも弱いから。ゼロレンジシュートやってみる。
外したやってらんねえよこれ。よし、あとロボ倒すだけ。ロボバースト、中身出てきた？まだ？走行解除しましたね。待ってね、これ危ないんだ。そっか、これでやられたのか。みんなティファ、ケアルラ、バレット、イダー。では、ゼロレンジシュート、今度こそ当たれ。当たんねえ動き早すぎる。当てたいんだけど、こいつ一匹だったらただスケートやってるだけだからな。よし、いける。ゼロレンジシュート、掴みかかれ、バレット当たんねえ。トルネードスピン、オッケー。まだ来るかな、大丈夫かな。ありがとう、よかった。ここから出るぞ。この子敵になんないよね。この子も古代種のつながりなんだっけか。こっちだって。あ、違うのか。なんだあれや。行かなきゃ。行かなきゃ。どうなってる。追いかけよう。追いかけよう。はい、というわけで、すいません、一旦ちょっと休みたいので、ちょっとベンチのとこまで。ベンチないかな。ちょっとベンチあったら終わりますねこのままではちょっとやばすぎる。どっかにあったよね、ここのちょっと手前とかに。待ってね、アイテムも隠されてたりする可能性があるんで。ないな。でそっち側なんだけど、どうしよう。ちょっと行く。ちょっとだけじゃあ見ますか。ベンチねえから。あ、宝条がいる。ガブってやっちゃうんじゃない。あー間に合わなかったな。すごいガリガリだよ、大丈夫。尻尾火ついてから人影みたいな感じ。いや、手前で多分バタって倒れちゃうんじゃない。この子は大丈夫。お、テレパス。なんか凶暴感されてたのかな、なんか薬かなんかで。耳がピクピクって動いたね。なんなんだよこいつ。興味深い問いだ。お、喋った。私とは何か見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。サーティン。レッドサーティン、北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの。言わない。あの野郎どうする。追いかけるか。クラウドもうフラフラだな。頭が痛い。あの先に何がある。これセフィロスまた来んじゃねえのかな。
やばい、なんか変なモードに入った。なになになに、前にしか進めないのかな。母さん、母さん、ジェノ、一緒にこの星を取り戻そう。一体何なんだこれ。これいいんだよね、こっちで進む方向。みんなついてきてくれないんだけど。なんか書いてあったな今。あ、人かこれ。人だな。グランド。いや、これはダメっぽいな。地下3階だって。おお、タークス。ボコボコだ。なあ、レノ、怪我の治療を優先したらどうだ。でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく、時には返してやらないとな。命を？本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。社長がお呼びだ。副社長は誰だ。ハイデッカーが副社長。これどこに寝かしてもらってんだろう。クラウド、よかった、目覚めた。犬は大丈夫。いたいた。子供の頃ここで暮らしたの。何？ジャキンと剣を背負いましたね。メンバーレフト。メンバー変えられるのかな。お、ノーアポイントメント。ワンちゃんとは喋れなさそうですね。はい、じゃあ待ってね、アイテムボックスだけ開けて。もう少し寝てた方がいいんじゃない。そうね、もう少しちょっと寝ようかな。開けてフルメタルロッド。ではでは、すいません、今回以上にしたいと思います。次回ね、この続きやってきますんでよろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。ちょっとみんなが映んねえな。はい、またね。